What day is it today? It's Thursday, the 30th of September. 9月の30日は TH と R の音が多すぎるというお話をします。TH に R がついてくるもの。Thir, thir, thir. この音を本日はできるようになります。まずはですね、ベロの動きを説明しつつ、この Thursday, 30th、この Thir の音をすんなりと動かせるエクササイズをご紹介いたします。TH の音をまず復習してみましょう。TH の音は、上顎の、下顎のことは考えないでください。TH のことは、とにかく上の歯とベロの関係です。こっから下のことはあまり考えないでいただいて結構です。で、TH の音というのは、上の歯と上の歯の糸切り歯から糸切り歯までくらいとベロの間に隙間を作って、この隙間から息を押し出すという音です。息が押し出すので噛んじゃダメということですね。で、ここだけから出そうとしなくても、私は今日はって言った時に、その方の歯並びにもよります。私は今日ここから音が出てるなっていう感じがします。なので、糸切り歯から糸切り歯までの間に、ご自身の歯並びの中で息が出せそうな一点を見つけて、そこから息を押し出すと TH の音が出ます。で、TH の音って息が止まらない音なので、長く伸ばすこともできます。というか、長く伸ばせてないと TH の音じゃないです。この音が TH の音になります。で、なんとなくできないんだよって言って今ですね、お困りの方は顎開いてみてください。ギューってここ顎が閉まっちゃってると TH ってこう詰まった音になるので、その場合にはこの上の歯とベロの話ではなくて、顎が閉じちゃってる、顎がグーって噛み締まっちゃってるっていう話なので、もしもどうしても息が出ないよっていう方はですね、顎を開いてください。英語を話す時には、上の奥歯と下の奥歯は割り箸1本分ぐらい空いているのが理想的です。こんな TH、 それを踏まえてTH から R の音へのシフトというのを練習したいです。今 TH だったじゃないですか。で、この TH をちょっと裏返していいですか。こういう状態になっている TH をここ開いてますよ。Sir, sir。もう完全にもう今日は下顎のことは忘れてください。下顎のことはダルーンってさせて開いて、適当にこう半開きにしておくぐらいの感じで、下顎のことはどうでもいいので。Sir, sir, sir。この TH のせっかく今作って息を押し出しているこの隙間が潰れてしまわないように、このベロを上顎の、今こうやって下から見ると下から見るとこういう状態になってるんですけど、このベロをよいしょというふうに真後ろにずらす感じです。 Sir, Sir。 で、後ろにずらした瞬間に声が出る雰囲気です。 Sir, Sir。 そうで、その時にこうやって前後にベロは動いてる、前後っていうか後ろさらに上っていうちょっと感じがするかもしれません。 Sir, Sir。 で、この時にこうやって動いてても、ここのこう軌道というか、この息と声の通りが妨げられないようにっていうのが一番のポイントです。 Sir, Sir。で、これをスムーズにするエクササイズとしては、TH と R を行ったり来たりします。Sir, Sir, Sir, Sir。で、この TH と R を行ったり来たりさせているときに、息と声が止まらないようにずっと息と声を出し続ける。歌の方だったらちょっともう歌ってる時と同じぐらいの息の使い方をしていただいて、とにかく息と声をたくさんこの上の歯とベロの隙間から出し続けるっていうようなイメージで読んでいただくと、 Thursday, the 30th
of September がすんなり一息でハーハー言わずに言えるようになります。 こんなエクササイズです。発音がしづらい部分があった時には、なんでいつもこの発音だけやりづらいんだろうというのを、その発音とその音の前後をちょっと確認してみてですね、ご自身の体の癖を洗い出し、そしてそこだけ練習して一番効率のいい状態で発音を直していくというのが鉄則になります。 Thursday the 30th of September、 9月の30日木曜日はあまりにも THR の音が多いので、ですね、THR っていうか THR、THI マイ母音プラス R っていう、 I マイ母音ね、尻尾がついているような IPA って国際音声記号、国際音声字母っていうアルファベットを使うんですけれども、 声が出てる間は息の音がしないように聞こえるかもしれないですが、嘘です。ちゃんと息は出ています。 この TH と R を行ったり来たりして、そこで息が止まらないようにベロをゆっくり大きく大きく動かさなくてもいいの、ゆっくり動かす練習というのをしていただくと、本日1日 Thursday the 30th of September を乗り切ることができますので、ぜひぜひたくさん息を吸って顎をリラックスさせて大きく前後ろに動かしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。